Hey guys! Hey guys! はい、というわけで僕たちチューブ山さん、のびです。あけです。はい、本日は、ラスベガス2日目なんですけども、明日からエボリューションがあるんですけど、まあエボリューションはメインイベントの一つなんですが、私たちは一つミッションがありまして、ラスベガス内のカジノにあるヤマサネクスト株式会社が作ったカジノ台を打ちに行くということで、そんなのがあるんですね。はい、今回はこのオーリンズホテルというところにやってきました。はい、はい、ここはね、なんとヤマサの、カンフーエンプレスが置かれているということなので、他にも、サイバードラゴンが置いてあるホテルもあるみたいなんですが、今回はまずカンフーエンプレスを実践しに行きたいと思いますので、ちょっと待って、ね、待って君お金ないって言ってませんでした。あのね、あ、待った、使っちゃった、ホテルに置いてきたな。合計1000ドル分遊ぼうと思ってます。はい、はい、なのでまずここの500ドルを使ってみて、あのフリースピンが出るまではやめません。はい、または2倍になったら即やめです。yes、 はい、はい、それ以外は、ぶっ通しでやるっていうルールでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いきましょう。はい、行きましょう。じゃあ行ってらっしゃい。カフェエプレス見つけたので、ここから500ドルチャレンジやっていきたいと思います。始まるよ。どうもです。多分何がいいとかないよね。いや、なんかないんだけど、これなんかたまり系、たまり系のアイテムがあると思うんで。これ行く？レッツゴーノービー。行きます。これは、あー、なるほど。これ多分3つ以上揃えば、あ、フリースピンに行くケーキとなる図柄はどれなんですか？わからん。わからん。全色なのかな。これや。あ、これが3つだ。カットインきた。これまさかだけ岡山県来たかもよ。おお、なるほど。マジフリスピン見たいな。あ、これ1回250円ぐらい。ものすごい速度で2万5000円ぐらい溶けてるんです。2万ドルなくなりました。2万ドルじゃねえ200ドル。はい、これは300ドル目。 OK、 俺がやろう。いや、先生頼むわ。私がやろう。日本のスロット、待って、これ右側のやつのあれじゃん。わかった。ユウさん、どっちか。ユウさん、これ赤。いや、多分パンチボーナス。ユウ、木人じゃん。木人。タップザスクリーン。おわ、プレス。真ん中じゃない。トータルプレイ。ほら。おら、おら、おら、おら。合計確率何パーなの？待って、これで1000ドル。タッチやって、シャー。18ドルじゃない？18か。23本分。いや、10回転やん。そうや、いや、そうよ、そうよ。なるほど。これ赤パンチの回転だ。これでここを消化した感じなんだね。次、青で。
とりあえず今の時点で 30K ですね。これなくなったら 30K で3段階1回、赤ボーナス1回、もしかするとあれユウさんの技術介入のボタンプッシュ足りなかったよ。あれ多分連打すればするほど出たよ本当は。本当はね、あれもう金銭がないよ。あと200ドルね。俺たちは200ドル以内にフリースピンだから。いやさ、ラスト100です。ラスト100。めっちゃ嫌がってる。30分経たないうちに、5万 6, 6, 6万8000円なくなったんですけど、これがカジノや。おお、さあ、なけなしの100ドル。おお、青箱が来ました。青箱来ました。さっきより扉が開いた。ファイルブレーク瓦割り来ました。スワイプいけ。うわー、ちょっと待って、これは相当割れてるよ。あ、これメジャー、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 メジャー。あー、おっ、うん、おー、ナイス。ハーフリーゲームで100ラインになってる。そうだ、100ラインライン数が増えました。あ、で勝ったらもう一回いけんのか。こっち250入ってんだからな。まだお願い。おおおいおいおい、これはこれは行くぞ。これ日本のスロットっぽいね。その調子、その調子。よしよしよし、よし、オッケー。かわいいぞ。オッケー。でかい。もう一回行こう。ああ、うわー、来た。ああ、今長かった。チェスト。ちょっと弱いな。中途半端なんだよ。効果が入ったのは。さあ行きましょう。継続をかけた戦い。さっきのやつじゃない。敵かよこいつ。カッティングが欲しい。あ、来た。ナイス。これファイナル行ったらなんかヤバそうな気するけど大丈夫。お、シンボルコンバージョン。さあファイナル来たらどうなることやら。やばいぞこれ。ファイナル行かなかったらまずいよ。やばい、これ5900ウィンでしょ。さあ継続ジャッジ。赤カットイン、赤カットイン、来い。あ、いやいやいや、まだガードだから。チンパオ頑張れ。さあライカー、まあ頑張った頑張った。すごい引けただけすごいよ。頼む頼む、600ドルやぞ。さあ100入りました。これで合計700。我らチーム山さん700の希望を乗せていきます。ちなみに先ほどのジャックポットは約、60ドル。あっ、これよ、これこれ待ちだったんよ俺たちは。ゴー。
え、まだあるよ。わからん。いや、でもさっきと20同じ。本当だね。実際一応報告だけど、期待値は取り終えた。あとはどうするか。あ、いらっしゃいます。オッケー、あ、いらっしゃいます。どっから分かってなさそうな日本人がこの台を開けた。あ、いらっしゃいと思います。これもしこの100で吐き出さなかったら、多分うちのユージ狂うよマジで。あ、これよこれよ。会話に何パーやこれ。分金返せ。なんかないのこっから。まだよ。もうでも赤も青もとりあえず出してほしいな。あ、もう来た。え、まだこれ多分入ってるわ。悪いこれ。いや、なんだこれ。フリースピンが結構いくんや。え、待って待って、ユージ。お、え、よ、よ、え、待って、確率。この音はラスベガスで聞けるのか。これ、今、キュイン、キュイン、キュイン。キュイン聞けるのか。これ、おじさん走ってきて、こっちに。今。いや、あの音は世界中、うん、これ、警報音。うん。バトルだけ頼むわ。そう、ファイナルだったら多分すげえ期待したかいんだろうな。いやー、頼む、ファイナル。ユージ頼む。ユージ頼む。この女強えんだよ。あ、やだ。おお。いや、これちょっと待って。熱い熱い熱い。それもこれ必殺技。僕とこいや、マジちゃうわ。マジや、やめろ。ユージこれファイナル。見せてくれる俺らに。その先、俺たちその先連れてってくれんの。これ本日の集大成よ。ええ、頼むわ、頼む、マジで。いや、これどう考えても、かといワイの面々見とけ。いや、まあまあまあ、まだ最後になったの見たことないよ、ここ。その調子、その調子。まだフリップと流れ星を見ていない。強いて言えばファイナル勝ちたかったね。さあ、得た賞金 0.25 セント。これはこちら欲しい方、ヤマサのホームページの方で抽選しますんで、こちらでよろしくお願いします。ユウさんのヤマサさんにのサイン入りです。700ドルだ。